Thank you.
私見なかったけど、でも仕事で、私その行く予定だったけど、でもいきなり仕事から連合入ってちょっと来てってほしい、困る、誰が問題やって仕事に出ると思って、今年も行くと思ったけど、でもまあまあ疲れた、最近早く仕事、ここ今本当に疲れた、いやまあしょうがない、仕事はという厳しさに、ここギターいろいろあるけど、もともとギターサゴ行こうかなと思ったら、そこ連合なんて入れる、でもここ見た線で一本で簡単なや、もうここで行きます、あとガソリで知り合い二人いるから、まあ見てないけど、そこでいきなり出てくる、ここずっといるの、ここ今日一本で行きます、申し訳ないです、高菜のいいよ、あいろいろ見た、でももう行かないよ、高菜の大きいよ、大きいな、見た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 、まあ本番見たことがない、今日も YouTube 越し始めた、でも確かにあなた茨城のマントミコシ大きいね、ガスで大きい見える、そういうことは本番はやばい、たまにガスでいくら越し合っても、まあ大きさはまあ分からない、歩道橋担げないの高橋さん、やばい、見た歩道橋のところが下に下ろして、あとジンクも入るで、すごいよ、人口大きいなのに結構綺麗多くね、人口あんまり上手じゃない、そう重くてもう無理よ、でも確かに、私たちここ新長男とか見てる人口に比べたらもうこれ無理、これはまあ雰囲気盛り上がるためにまあ、でもそういう大きいものだ、こういうどっこいどだと人口も無理でしょ、昨日平塚行ってきたよ、今アップ、昨日アップした動画はちょっと見た、ちょっと見た、でもよく、でも結構大きくも見えた、あれ大きいよ、大きいね、昨日入れたばっかりでしょ、千葉、夜、まあ、千葉シーナとなっちゃった、私も一昨日、一昨日いた、まあまあ結構濡れてるわ、全然最近は